私は友達と一緒にいるのも楽しいし、実習も先生たちいっぱいいろんな演習やってくれて、細かくいろんなことを教えてくれて、すごいなんか実習ためになります。なんか実習で使いたいなって思うこともいっぱい教えてもらってます。僕もともと人の役に立ちたいって思ってて、いろいろ消防士とか警察官とかいろいろあるんですけど、小学校6年生の時に、お父さん倒れちゃって、その時にやっぱりいろいろお世話になったのが看護師の皆さんであったり、医師の皆さんだったり、医療関係にやりがいを感じたので、自分も看護師になってみたいかなって思って、この大学が良くて来ました。はい、学食はやっぱり麺が美味しいです。うどん、カレーうどんが好きです。カレーラーメンあるよね。カレーラーメンは食べたことない俺は。なんか食べたことないけど、なんか量が多いです。安いし。安い、確かにそれは安い。量が多い、パスタとかやばい。パスタ優しい、優しい。なんかもっと怖い人ばっかかなと思って、看護師で先生やってたらと思ったら、みんなきつめほとんど優しい。まあ、きつめな人もおるけどほとんど優しい先生でね。なんか大学でも自由奔放みたいな感じのとこあったけど、思いよか高校に近い感じで、結構一人一人に面倒見てもらえるし、ちゃんと助けてくれるし、すごい勉強しやすい環境やと。自分は県外から来てるんですけど、その慣れない環境の中こっちに来たので、初めはちゃんと大学生活で送れるか心配な中、その看護の先生たちにいろいろとその大学生活の送り方だったり、そのあとは勉強のことだったり、いろいろと助けてもらえたことは本当に嬉しくて、そういった面ではこの学校に来れてよかったと思っています。中部学院に来てね。待ってるよ待ってるよ待ってるよ